ございます。二宮町でお菓子屋をしておりますアリスラパンです。よろしくお願いします。今日は何ですか？これいっぱいありますね。そうですね、夏なので夏向きに冷たいプリンもありますので、プリン、カスタードと紅茶の方とありまして、 あとは小田原の肥大書店さんのとこでしてるプチ朝市にいつも出てるんですけど、はいはい、そこの他の出店者の方 と、食材を使わせていただいて、お山の大将さんの甘夏とか志村屋さんの米粉とか、そういう業種のコラボっていいですね。そうですね、あとは、はじめ塾さんのレモンを使ったクッキーとかもありますし、なるほど、あとはとにかく自分で加工して作っているので、はい、フルーツケーキのこちらの中身のものも自分でドライフルーツ漬け込んで作ったりですとか、 あと紅茶は全部茶葉から引いて作っているので、香りはすごくあるかと思いますけど、あとは手作りの小物の作家さんがいてこれを作ったり販売もしてます。そういう展開で面白いですね。わかりました。どうもありがとうございます。